こんなシャレた店で飯なんて初めてだぜ。まあたまにはいいんじゃないのか。いい匂いがプンプンするな。そうだな。なれねえもん食って腹壊すなよ。それお前だろ。こんな店にこんなメニューあったか。なんか期間限定でヨーロッパからシェフが来てるらしいぜ。今だけ本場の料理が食えるんだとよ。おお。何食おうかな。メニューに写真がねえからよくわからん。じゃあ俺は本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてってやつにするぜ。お前それ何が出てくるか分かってんのか。そもそもなんて言ったのか分かんねえよ。なんだとてめえ、もう一遍言ってみろ。お前が言ってみろよ、さっきの注文よ。だから本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてって言ってんだろ。やっぱ分かんねえよ。そりゃてめえの耳がおかしいからだろ。桐生さんなら分かるよな。ああ本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてだろ。そうそう、それだよ桐生さん。よく分かったな。ちゃんと伝わってるだと。おかしいな。おかしいのてめえの耳だろ。さっさと耳鼻科でも行ってこいや。だいたいお前らにだけは聞きづれとか言われたくはねえんだよ。お前らだっていつも何言ってんだか分かりゃしねえじゃねえか。そんなことはねえよ。じゃあ天竜、そのメニューにあるシェフの一言読んでみろよ。お安い御用だ。皆様の心を震わせられる料理を目指しております。前菜からデザートまで断りの素材を使い、美味しさと笑顔の絶えないお時間を提供いたします。大切な人との素敵な思い出になりますように。なあなあじゃねえよ。全然わからんわ。シェフの気持ちが何も伝わってこねえぞ。それはお前らがこだれたコメントに慣れてねえからだろう。桐生さんにはちゃんと聞こえてたよな。え？じゃあシェフの締めの一言言ってみてくれよ。この季節ならではの料理をお楽しみくださいだったか。ああなるほど。確かにそんな感じだった気もするな。いやシェフは一言もんなこと言ってねえよ。違うんか。勘弁してくれよ桐生さん。これじゃこいつらと同じだと思われるだろう。俺だってお前と一緒にされたくないぞ。まあ伝わりにくいコメントを載せたシェフも悪いな。あ、いや悪いのはお前の滑舌だろ。シェフのせいにすんな。ああ黙って聞いてらすくほど言いやがって。何言ってんだか分かんねえのはお前もだろ。おいおい、お前らと一緒にすんじゃねえよ。じゃあお前早口言葉でも言ってみろ。そうだな、ちゃんと言えりゃ文句はねえ。なるほどな。たく仕方ねえな。よく聞けよ。カエルピョコピョ、カエルカエルミョコ、んカエルミョコミョコミョコピョ、まあ言えないなこれ。お、なんだって。どうだ。いやどうだじゃねえよ。全然言えてねえじゃねえか。うるせえ。これ案外難しいんだぞ。そんなん言うならお前ら早口言葉言えんのかよ。どうなんだ。いいだろう。生ぐ生生麦、生米、生卵、生麦にニャニニャマニニャ、生麦、生米、生卵、生麦にニャマニニャメ、
生麦、生米、生卵、生麦ににゃに、にゃまににゃめい。青巻紙、赤紙紙、きばきまぎ。青巻紙、赤巻紙、きばきまぎ。青巻紙、赤巻紙、きばきまぎ。言えるわけねえだろ、こんなもん。早く言えりゃやれんのか、おい。てめえ、さっきと言ってること違うじゃねえか。うるせえ。まあまあ、落ち着け、お前ら。そうは言ってもよ、桐生さん。よし。俺が手本を見せてやろう。え？いいか、よく聞いてろよ。これが本当の早口言葉だ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。すげえ。しっかり聞き取れるぜ。くっ、やっぱ桐生さんにはかなわねえな。俺たちもまだまだのようだ。そのようだな。だがこのままじゃ終われねえ。次こそきっちり言ってみせるぜ。ああそうだな。とりあえず今はちゃんと料理を頼まねえとな。すいません。あのマリネのなんとかか。あんなのお前注文できるのかよ。おう大丈夫だ。いい顔つきになったじゃねえか。これをください。言わないのかよ。ああ